岩屋観音さんは昔のあの名所絵図みたいなのに載ってるぐらいの当時からねあの名所だったそうで、岩山の上にね観音様が立っているって、これも2年前に来てすごくいい景色だったんで、まあせっかくここまで来たのでもう一度登ってみようと思って来ました。ここからですねよく見えますね、岩屋観音さん、このまま行けばいいのかな、どっちから行くんやったっけ、前回確か上から来たのでねこちらから来てないので、まず下のお堂にねお参りをしてから行きたいと思います。この洞窟というか穴、あれがすごい印象残ってます。すごいな、なんか前回来た時よりすごいって感じがする。パワースポット岩屋さん、あそうかこっちなんだ、前回逆から登ったんですけど、ほな今度はこっちから登ってみよう。観音様がねいっぱいいらっしゃいます。こっから登ってこの急なとこを登っていきます。ちょっと危ないね途中までは、ちょっとよしよいしょよいしょ、ちょっとこれ片手運転は危険やな、こっちの方が怖いな向こうより、よいしょ、よいしょ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 、おおおこんな感じ、この下このゴツゴツがね岩屋さんの名のゆえんでしょうね、よいしょ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 、おー気持ちいいわ、景色がすごくいい、さあで、よいしょ、あでも意外と登りやすいなこっちの方が、おちょっと難関よっ、あとちょっと、よいしょ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 、よいしょ、どっちや、こっちから出るんだな、よいしょ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 、ああ来た、ああ来た、ああ久しぶりに来ました観音様、はあ、はい、ああいい景色や、よいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょ、はいはい、到着しました、はいどうも。難しいわ、2年ぶりの景色、あちらの方が豊橋駅だと思います、新幹線がね夕日に光ってねすごく綺麗だってね地元の方のお話を聞いたんでね、それもちょっと期待してたんですけど今日はあいにくの天気なので
まあ仕方ないですけど、でもせっかくなので、ね、新幹線が来るまでちょっと行ってみようと思います。こちらまで来れました。ではこれからね下りたいと思います。では岩井さん降りました、これから二川駅の方に向かってね歩いていきます。ワンちゃんの散歩の人は結構多いですね。気持ちいいですよね、こんなとこで散歩できるっていうのは。結構いい疲れになりました。今はそろそろね30キロをね超えましたので、お腹も空いてきましたしね、もう駅も近いのでちょっと帰りにご飯でも食べてからね帰ろうかなと思います。こちらしごなうどん住み込みの麺どころ瀬川さん、こちらの店でねちょっと食べていきたいと思います。なんかいい店ですね。瀬川さん、ごちそうさまでした。あ、お腹膨れた。カレーのうどんの下にとろろがあって、その下にご飯がついてるっていうね、カレーうどん定食が丼の中に一つの入ってるっていうな、そんな感じの。でもすごくボリュームがありましたし、あのご飯もね、あのしっかり食感が残ってるんで美味しかったです。カレーうどんのカレーもすごく美味しかったですし、ちょっとね雨がポツリポツリときた感じなんでちょうど良かったです。はい、二川駅が見えてまいりました。今日はねこちらで終わろうと思います。現在 35.5 キロになりました。結構歩きましたね今日も。歩数は46,700。今日もお付き合いしてくださってありがとうございました。では本日はこちらで終了いたします。対岸はこれフォートアイランド、なんですかね、あれ真っ白ななんか積んでおりますね。